はい、というわけで、27日ですね、3月27日水曜シングル大会始めます。わはい、さあ 1P がパチカスショーンで 2P がタヘイリアン。さあ先制しているの、先制してたんですけどタックル一発でひっくり返っちゃう。プロだったんですけどね。火力差やばいですね。これ本当に同じゲームなんですでしょうか。これはちょっとラッキーか。さあ中足バース、いやー減らない、減らない。さあしゃがみだとまあまだマシですかね。さあこれ火力差やばいけど、中足壊し、サイズ、さあもうサイズしか狙ってない。最後はダッシュ投げ。さあちょっとパチカス厳しそう。さあ大足で密着、大足強気です。技当ててる回数的にはなんかあんま変わんないんですけどね。アウト、これは地上ヒット。コアコアバーストですけど減らない。おお、攻めて当てていきますね。届かない、うわ UX トルネード。どう、大足、さあガード、おっとどっちか分かんなかったか。大足、さあ画面端で、あと入れ替え、入れ替わって拾って、これしゃがみヒット美味しいぞ。さあこれは、おっとなんか今攪拌ありそうな勢いでしたけど、さあしかしこれはパチカス1本取りましたね。さあこれはありますよ今日は。あと1本です。今日こそやってほしいですね。キャノンですね。やっぱちょっとさすがに火力不足が深刻だったが、
やばい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 。さあサイズが突き刺さる。ああ、潮流キャノン溜まったんですけどね。お、確認した。さあなかなかいい減りしますね。やっぱね、バーストの倍以上減ってます。あ、これは、あー痛い。さあはめていく、大変。おおっとおっと、あーあー生きてるよ。小賢しいサイズ。小賢しいって言われた。ていうかバーストの後追い打ちできんのかよ。はい、じゃあ穴子狂乱お願いします。じゃあ二崎です。なんでバーストの後追い打ちできんねん。マジで初めて見たぞあれ。まあ普通に多分ダッシュ肘かくったと思う。はい、今日は二崎です。さあ狂乱さんワンピー、穴子さんツーピーですね。はい、というわけで、キョロさんが普段チャットでもおなじみのキョロさんが来てくれました。はい、水曜シングルは、本日は2先キャラ替えはなしでお願いします。さあ、新昇竜久々に見ましたね。おお、激しい。さあ、ニュートンの動画的としてはね、このなんだ色だとどうしても電人を思い浮かべる人は多そうですが、キョロさんは結構動画を見始めてサードを、動画からスタートしてサードを始めてくれたという経緯もある。まずは竜練習中というところでしょうか。相手が穴子さんというのはなかなか大変ですが、さあダッシュ、壊しタックルなんかも混ぜていく。いや、ほぼ中5すぐでダッシュを止める。さあこれはダッシュ投げが通る。エイジスを絡めて固めて画面端から投げですね。そうですね、もともと動画見ていただいて、で最近サード練習してるんですよみたいな流れがあったので、多分そっちスタートだったと思うんですよね。そういうプレイヤーは本当に嬉しいです。さあこれは飛んでる。さあ裏跳ねでお手玉して画面端、ちょっと肘が通る。飛びはああかくらず、いい投げ。中5ス、中5スは2回目はお仕置きを食らい、これはハメ、はまってはまったけど倒しきってない。中足は届かず、ハンドケン中足。さあまずは穴子さん、新昇竜だとね EX の使いどころがなかなか難しいですね。その竜の立ち回り的にどうしても EX で灼熱を吐きたくなる気持ちはすごくわかるんですが、新昇竜はゲージが溜まってないとなかなかね相手に圧がかかんないというところもある。まずはどうしてもフォアカットのところ、ああ激しい。タックルタックルヘッド、ゲージが溜まってスピアイリス、手前バリテリブル壊してリブル、おお全ガードしてる、素晴らしい。なあこれは残らない。まだ追い打ちもできましたね。ガードがね今すごかったね。ああ激しい。ダッシュ壊し。今日は分割使いますね、アゴロさん。さあこれは戻ってこないエイジス、ちょっと位置が悪い。ああ画面端激しい。これもう一回お打ち決めてガードが当たった当たった当たった。裏からコパコパ激しかったですが勝ったのはアゴロさん。はい、続いてアブさんとヨコちゃん、はい、お願いします。まあやむなしといったところでございます。まずはコンボとかそっちの方のイメージになったりするのかな。なのでまあまあ楽しんでサードをやってもらえればと思ってます。はい、どうぞ。はい、 1P がアブさん、 2P側は横ちゃん、パチ2がもうあれはあスタート大丈夫ですね。
あれはなんだもうなんかセコンドなのか邪魔しに行ってるのかよくわかんないアプローチになってますね、ここから見ると。さあ、イブキレミーですが、日曜日か、グローバルセンサー杯の時にアブさんが確かレスケロックさんとやってたんですよね。あれがなんかすげえおーって感じで俺は横丁で見てたんですけど、イブキレミー自体のダイヤもよくわかんないっちゃわからないんですけど、どういうカードになるのか。お互い体力少ない組ではあるんですが、うーっと火力はやっぱりイブキが上になるのかな。これはしゃがみぐらいでつながってそのまま倒しきり、大山ね、レミーはいっぱいいるけど、いっぱいは言い過ぎか、横尾ちゃんもトマちゃんもいるし、なんだかんだ対戦する機会まだあるんですけど、いぶきはあんまいねえんだよな。児玉さんがいるかいないかみたいなとこ結構あったりするんで、おお、前捨てに盆栓をとがめていく。裏回りは EX サマーで切り返し届かない。これは手は出していない。この入れ替えで折り際に霞を使ってなんかガードされても安全に切り返すというのは結構息吹の上等手段ですね。おお、ダッシュしゃがないからサマー、さあ裏回られてる。これはケツ安易にいかない。あっとっと、アブさんっぽいな、安易にいきませんね。さあここは暗転と同時に KO。 完全にあれセコンドじゃなくて邪魔してるな。ちょっと ネタバラシというかですね、横ちゃんいろいろ分割やろうとしてるんですけど、ミスっててボタンを押してる音がね相手にも聞こえてるっていうのをパチニがわざわざ言葉にして喋るっていう、あれ完全に邪魔してますね、あれは。セコンドカッコ敵、現状マイナスでしかないですね。さあ気を取り直せるのか2本目、はい。さあ、イブキが画面足を押してる。無理はせず下がってしゃがみだね。これは手出して、なんだすげえ当たり出した。23発食らったのに霞1段目、霞って2列当たるんですけど1列目しか当たってなかったな。細いとそういうこともあるのか。さあルグレ見えてる。チラシチラシ下がって追い返しと、イブキのチラシはかなり強い。これ声聞こえるかな、横ちゃんがちょいちょい悲鳴が出てるんですけど。あーこれは痛い。さあ飛びからライダーまで入るとレミの体力だとかなり厳しい。裏回り、さあ画面足はジャンプダイパーでとがめたかったんですが、わー着地に痛い足かくったっぽいな。しっかりガード、やめてってどっちに言ってんだろう。今もうやめてって聞こえたんだよな。さあジャンプダイパーガードさせて、まだあるんだが、さあレミ一歩たまる。しかしこれは満を持しての霞削り。ダメダメ、何してくれてんねんっていう若干喧嘩めいたものも始まりましたが、まあ、勝ったのはアブさんということで、はい。じゃあ、アツオとダメ、お願いします。パチハラでいいですね、これは。これはパチハラです、はい、完全に。アツオ、試合ですよ。はい。見てるとおもろいんですけどね、ちょっとこれはね、会場にいないと感じが分かんないかもしれない。はい。さあ、アツオとナメプラルでヤンヨンですね。ワンピーガーアツオヤン、ツーピーガーはナメプヨンと。さあ、どうなるか。
おお、雷撃ブロってシャガ中から前方行く。あー、しゃがみぐらい旋風大パンコボクと方向選択もしっかり。緊張系台形で状況有利を作るが、おっと、おお、踏み込んで中足登録打ち切り。おお、裏回り、これは分かんなくなってきた。途中でやめた。ここはコンボミスってもしっかりすぐね、まあ、中盤中盤ローゼッション、あれビタなんだっけ、あの繋がるんですけど、コンボミスってもすぐ別ルートとかでやり直してる状況判断ですね。さあ前方転身、ミスターは入らずだが手前落ちから投げる。やっぱりこの2キャラだと雷撃の応酬になりますね。今の1位でかいマジもいなかったな、ね、あれ。中盤ディープロー、ここは繋がっていない。緊張系から選球対5番落とし、緊張系で追い返して、これお前さあ幻影どこで使う、ここで外すのかな。とっと、さあどうする4側、ここで改めて発動を。旋風、旋風立っている。あー、最後小足をくぐっ、くぐってかわして、なかわして、さあまずはナメプユン。なんでしょう、あの、まあ、コンボミスっちゃってる部分というのは、あのそこから速攻でフォロー聞いてるというのはなんかね、歴戦の覇者かわかります。うわ、鉄山雷撃に勝ってる。まあユンのね、あの幻影の使い方もいろいろありますからね。その遠距離無責任発動もありますし、なんかガードさせての発動、相手をダウンさせて起き上がりの瞬間に発動みたいな、なんか用途に応じてというか、発動の仕方によっていろいろその後の展開が変わるというか、その辺の使い分けとかコンボの補正切り、前方からの判断とかも含めてすげえ難しいですからね、これ。鉄道を投げて緊中系ブロって緊中系、ここで緊中系発動、雷撃でしたが、ちょっとコパコパコパが途中までしか繋がらなかった。さあ、鉄道鉄道と。さあ、これでナメ側が言う、リーチですね。さあ、投げる。さあ、ここで、うお、緊中系の出かかりを小赤で潰して、EX 走路を2回目。これ前方、これはノーマルになっちゃったかな、おそらく。後ろ投げ、さあスタンス直前というか、もう体力がなかったですね。さあ圧をここから逆転できるか、開幕鉄の圧を試みるもちょっと距離が合わず、トロダン、まあ、4番が手出しなかったが、緊張系緊張系はちょっと距離が、10番ロイ X、さあ圧がかなり生き返りました。ここはヤンの攻めのバリエーションですね、すごいな。押し返しますね。さあ3本目。おお、今拾えんの、すげえ高さだったな。さあお互い攻撃が通りますね。殴り合いの様相になってきて、旋風打開、絶唱鉄山、シャガ中2勝。あー、投げの外から中盤ローですね。さあこれでしっかり2ヒット、ジャンプダイバー。さあクタク落として、これは絶唱で拾う、そっから補正切り、うまくさばいて、今度は矢のターンか。はい、重野さんお疲れ、その方がいいかもね、はい、さあ雷撃の噛み合い。さあユンはちょっと技当てないと幻影コンボになんなそう、幻影陣発動まではいけなそうだが、赤取ってる、こうなると話は別でも、からこれは裏当てしたかったところだが、ちょっと行ききらず、下がったのはその後のフォローをしっかり効かせたナメプユン。じゃあ俺とブバさん行ってきます。
さあ、ドゥバッサンのネクロと太平ユリアン、さあドゥバッサンに応援来てますね。これはやっぱね、実況としてはまあ公平にね、公平にドゥバッサンを応援しないとダメですね。あ、お疲れ様です。さあ、いいですね。さあ、ブバさんが若干リードしてたと思ったら、さあこれハメですね。太平がハメる。さあ、またハメて、あ、これはもう完全ハメです。失格です。さあ、おっと、ちょっと出なかった。 EX 出ない。さあ、エレク決まって、さあ投げる、リープ。さあ、この画面足、あ、大事にしたいところ。あ、赤風呂取るか。さあ、まだ、ま、お、まだわからない。いや、エレクない。あ、ちょっとウーメン失敗ですかね。さあ、ブバさん、まだ大丈夫です。だよし、あ、裏投げ通ってしまう。厳しい。いや、厳しい。これ、おっと、何も出さない。さあ、中足連打連打連打大サイズ、これは小賢しいですね。さあ、ブバさんはこっからですからね。これはつながる。画面端、足をキープしたい。肘、あー、痛い。またはめる気か。えげつない。これははめでしょう。裏投げ、あー、だった、投げる、あー、いって、スタンまでいく。あー、これありますね。ゲージ状況はブバさんの方がいいですね。ありますよ。さあ、 2本ある。あっ、やっぱユリアンのゲージないうちにね、なんかやダメージ取りたいところなんですけど、あー、危ない危ない。あれ、ハメなんですよね。あー、ハメです。最後のはハメじゃないよ。あれは別に最後のはハメじゃないよ。はい、じゃあ準決勝、アナゴアブ、いってらっしゃい。すぐ打っちゃる。それはユリアンは打っちゃるよ。それはそれは打っちゃいますよ。はい、さあ、ここで準決勝です。さあ、ユリアン2枚、イブキ、ユンですか。
ハメじゃないなと供述しており、それが嘘じゃないんだよ、泣かされ毎度。さあユリアン伊吹です。逆に言うとね、うっちゃらないように立ち回るが、なんだろう、あの一つユリアン対策だったりします、ね、あーここは激しい。さあ穴子さんゴリゴリ攻めていく、池田が通って首折りガードしてる。ちょっと持続気味のガードだったので、ね、あんまりマイナスがない形ですね。ここはしゃがみっぱで当たる相撲相撲、あまあまあうっちゃりってところだ、ね、そう。さあここは中エイジスで、おお、いい位置で投げていく。張り方が絶妙でしたね今ね。もうちょっとしたらガード普通に巻き込まれるみたいなところにギリギリを投げてきました。おーおーおー、今膝勝つんだね。うん、しゃがみは痛い。さあしっかりカスミがつながって、そう、ここはキャラ対ですね。なんでしょうね、あのジャンプ台系の振り回しをね、いぶきのしゃが台で潰してるんですよ。さあこれで1-1。タックル、しゃがみは痛い、めっちゃ減った。つかめし、ゲージがないが、ここは EX 風切りからのかすみ下げで切り返し、タックル、前中盤崩れない。しかし投げて体力差かなりついてる。いった距離よく大足ガードさして、うーん投げる、チラシダッシュ投げは通らないが、うーん対空タックルにしたのかな。ここはリバーサー横押しタックル打ちますね、アナゴさん力強い。さあ2本目、個人的にはクッシュのユリアンキラーなんですけどね、アウさん。この大会出るような人はキャラ対できてるような、あの水曜シングルに関しては何でしょうね、まあ、レベルは高い、ある程度ね、あの高いものになってるような気はしますが、基本的にはあの誰でも OK のあれですからね、大会ですから。さあキザから風切り、これはゼロドットくらい、これはブロったらライダーがかくるってやつですかね。かくんのかな、ブロヘッドとかいったらでもダメか、ライダーだからダメか。試合数がもう違うもんな、まあ、試合数は違うかもしれないですけど、あんまりなんか敷居はちょっと上がってほしくないなって気持ちはあります、あの平日のフリップ大会なので、せっかくなので。おお、ギリギリ拾えた。これはおっとっと、立ち上げでとがめて、しかし前捨てを逆に投げたのは今度は伊吹側、ライダー重ね。そうライダー重ねはね、ユリアン困るんですよ、なかなか。これは裏からカスミにダメージ取って、タックルかっ、うーっとっと激しい、膝がギリギリ届かない。じわしいかわしきる、ブロってないよな今な。あーすら、アナゴさんから声が漏れた。スラが引っかかりましたね。スフィアエイジスのとこかな。スフィアって足が前に出るんでね、下段がちょっと届きやすくなるんですよ。ハイジャン混ぜるとたまにかわしきれたりします。さあ3本目、おお、チワシと大足、ここはユリアンの方が力強くいって、裏から投げはちょっと早かった。さあ TC の大足で止めてと、チョップ、技ヒット率が高いのはアナゴユリアン側だが、すらもう一回相打ち、戻ってきてセフィアタックル、どんなコンボマジ今のすげえアドリブだな。これはコンボマンでリーチをかけて、今のやばびっくりした。さあこれライダー、さあこんな時でもアブさんは冷静、おーちゃんと球見て引きつけてスラでかわしますね。このラウンドは伊吹優勢か。さあそうですね、コッパンブロって肘は
肘確定しません。しっかりガードしてますね、ビトラが。さあフルセットフランド、しゃがみは痛い、パクタが今、ああここは通っている。つぶじはこれはどれで張ったかによる。飛んでここはかすみでかわして、しかしかすみも安めで済んでる。裏回りチューパー、テリブルはガードしてる。ヘッドで前受け潰して、これは繋がってはいないので、ハイラクさん薄いじゃん。大系最後まで寄せに行ってアナゴさん決勝進出。じゃあ俺とナメカ行ってきます。さあ、ナユンと太平ユリアン、あこれね、いつもフリップではよく対戦してる2人ですね。前方現役人、あこれ膝で逃げていく。さあ優勢なのはナメプユン、現役人前方入って、あコンボも完走して狙っている。これはバレバレだったか。あー前中継をブロられましたね。投げてタックル、あちゃんと上出てる。あーこれは痛いぞ、でかいのが入った。補正切り、イージス、まあこれはもうハメですね、ほぼね。あ、これ繋がらず、集中。で、陰影陣が前方入って、さあもうゲージが溜まりそうですね。もう鉄弾発動、はい。さあこれ体勢が1ゲージ持ってんのが不気味ですが、投げる、ここで使う、上ですか。あいやー、あれコボクは肘確定しちゃうんですね。あーやっぱ火力があります。あブロック、やっぱタックルが強いですね、やっぱね。あまあ現役人も強いんですけどね。鉄残光これも強い。あイバサ肘はもう欲望ですね。さあ上出なかった、中足、陰影陣はそうはは強いんですけどね、ハメではないんですよね、残念ながら。さあ画面端を維持して、すかさず逆投げ、
おっと、ちょっと失礼します。はい、ちょっとね、電話がありましたね。さあ、1-1ですね。おお、引っかかる。さあ、ここで股間ターゲットから発動。ガードシール、サイズ、おっとと、難しいシチュエーションでしたね、今ね。あー、大パーン。あ、これは同キャラ決勝になっちゃった。あ、これね、絶対アナゴさんが赤取るっていうのをね、もう分かってるんで。はい、失格です、失格です、キャラ間違い失格です。なんか1回はセーフとか、なんか謎ルールを言ってるんですけど、そんなルールないですから。さあ、やはりアナホさん赤。あ、なんか白っぽいユリアになってますね。もう赤取った方時点でもうアナホさんの勝ちでいいんじゃないか。さあ、なんか白い方が頑張ってますけど。あ、中足を。さあ、やっぱこれ赤い方が勝てないのか。あー、あー、これは赤の呪いがかかってしまったが。はい、じゃあね、2回目キャラ間違えたら失格です。さあ、アナゴさん早い、マジで早い、やり込んでますね。赤取るのマジで全一です。いや、大変失格のリスクを取ってでもね、言ってくれるかと思ったんですけど、安牌取りましたね。これ白で妥協しちゃうか。赤取って勝ちも取りたいですけどね。なんか妙にこの白いユリアンが妙に頑張る。あ、そしてサイズ。さあ、肘入った。ここは、あっ、ちょっとハメ失敗。当たる、これは美味しいぞ。手前、あー、3連打、テーリブル連打、これは強い。あ、しかしちょっとゲージ状況が、あーこれは手前、おーっと
もう1枚来る、終わってますねこれ。ハメじゃん。だもう1枚来そう。あーこれハメです。あーこれまたクニにあのセリフ言われんじゃないですか。あのセリフ来ますよ絶対。帰ろうかな今日は。やつが来る前に、やつが来る前に。ありがとうございました。設定変えます。